マウレガートは、アストリアス王。アルフォンソ一世と、奴隷のシサルダとの間に諸子として生まれた。子供のない白王が死ぬと、多い継承権を持つ王妃、アドシンダは、フルエーラ一世の子である、アルフォンソ二世を後継に指名した。しかし、フルエーラ一世の行いを忘れていなかった、アストリアス貴族の一部が、マウレガートを王に選んだ。 マウレガートは強力な反対派を組織し、新王アルフォンソは、アラバに撤退せざるを得なかった。後、マウレガートは、自らが王であることを宣言し、王国の権力を掌握した。マウレガートは、百人の乙女の功能と呼ばれる出来事の原因を作った。言い伝えによると、コルドバのアミール、アブドアラフマーン一世が、和平に応じるのと引き換えに、王は、 キリスト教徒の乙女100人を貢ぎ物としたという。マウレガートの知性で最も知られるのは、異端の教義とされた様子的、キリスト論者によって引き起こされた論争だった。これに、カール大帝、オビエド司教エリパンド、リエバナのベアトが介入した。マウレガートの死後、貴族らは、ベルムード一世を王に選出した。マウレガートは、プラビアのサンフアン教会に埋葬された。 一説には、マウレガーとはクレウサという女性と結婚し、エルメネヒルドという子を設けたとされるが、多くの歴史家はこれを疑問視している。ありがとうございます。